羽倉崎検車県社宿羽倉崎県社区は、かつて、大阪府泉佐野市にあった、南海電気鉄道南海本線の車両基地であり、2005年の県社区統合に伴い、住野の江県社区羽倉崎検車県社宿として引き継がれている。羽倉崎駅の南側に立地している。羽倉崎駅の一番線は直接県社区と、つながっていて、南波方面からの列車は、羽倉崎駅一番線を介して入庫する。 また2.3番線ホームも渡り線を介して、つながっていて、和歌山市方面からの列車は3番線ホームから、本線上を逆走し入庫する。当車区に、車両は所属しないが、南海本線にとっての重要車庫であり、入出庫本数も一番多い。また、常に何本かの予備車も待機している。1955年8月23日に開設。 1973年に留置線を13線増設するなどの大規模拡張工事が行われた。さらに天下茶屋工場の千代大店に伴い1981年12月に車輪転作場、1982年11月に冷房機などの大型機器を交換する随予サム検査場が新設された。この時に留置線が3線増設され、 最大収容能力は170両となった。2000年には当時の和歌山県尺の本区及び伊田基礎宿を東区に統合したが、2005年に東区を含めいずれも住之江県尺に再統合された。ラピートに使用される5万系、サザンに使用される1万系及び1万2千系は、東欧県尺には基本的には入選しないが、車輪転作等の際に稀に姿を見せ、 留置されていることもある。また、2200系、2230系は、神奈川線での運用の関係上、深夜時間帯に留置している。ありがとうございます。